源頼朝が北品川の繁栄と守護を願って創建し、徳川家康が戦勝祈願に訪れた品川神社。令和2年、和の匠たちに出会い、その伝統はつながりました。設計管理の部門を担当しております、日本建築工芸設計事務所の代表をさせていただいております、松島でございます。塩浜工業の辻と申します。うちの会社は普段鉄骨をメインとした、建築事業をやっております。今回神社仏閣ということで、うちとしては初めてとなります。入社したのが4月なんですけれども、引き屋だったりとか、何をどう使っていいのかもさっぱりわからない状態でも、なんとか工事こう進んでいくにつれて一緒に仕事をしていくのが楽しくなってて、大工さんに聞きながら勉強でした、ね、今回の工事ですけれども、2年ほど前から神楽殿を改修してお屋根替えをして場所を移動しようと、有意義な敷地の空間を作るためにということで、移築も含めて計画させていただいております。引き続きの流れの中で御社殿の改修工事ということになったわけです。このお社は昭和39年に私どもの先人が設計をさせていただいて、戦後の復興ということで燃えないものというようなことで鉄筋コンクリートになっています。屋根の構成、いわゆる身の子だとか、そういうところも全部コンクリートでやってありました。そういう部分を撤去してまた新たに形を整えて銅板で拭き直すというのは、これは職人技としては大変な工程だなとは思っておりましたけども、大工社寺の職人さんが一生懸命その形を整えながら、社会さんの仕事で前の形を踏襲しながら、はい、身の子をよく作ってくれたと思いますよね、はい、また特殊な仕事の内容で小西美術、一つは彫刻に色をつける極彩色、本当に文化財をやるような職種の人が来てくれて、流れたような色も下地から調査して色合いをまた再現していただいて、今回復元というような形になったわけですけども、ね、キラッと光ってる金色のいわゆる飾り金物、それは昔のものを使ってるんですけども、一度取り外してきれいに荷洗いというもので銅板の地にして、それからまた、金箔を貼り直したと。あと銅板屋さんも大工さんも特殊、みんな特殊な人たちが、仕事しやすいような足場を作ってくれたのはこちらの地元の溝口さん、あちらの足場は素晴らしかったと職方みんな言ってます。それが安全面にもすごいつながったんじゃないかなと。それから内部もいろいろ工事に入ってね、内部は木造部分もあるし、そうですね、コンクリート部門があるというようなことで、うん、まあ洗い工事が主だろうけども、職種がいろんな職種が絡んできたと。そうですね、塗装屋さんと魚屋さん、木屋さん、釣り灯籠っていってね、そうですね、特殊なこの照明器具、あれなんかもう相当の年数経ったから補強しながらきれいに直してくれたと、はい、内部の釣り灯籠もそうだよね。であとは特殊職種としてはまあ塗装、赤と白を塗っていくときに、うん、にじまないようにそのクリアコークっていう、うん、それを入り墨部分に塗って、そこで赤を上からかぶせることによってこう綺麗に線が出る、そういうラインがもう至る所にあったと。そうですね、作業内容は大変だったという、はい、そんなことも含めて神社の仕事とかいうのは本当にプロ集団がいますので、いろんな職種の関わりでできていると思うんです、はい、どの業者が大変だったというか、みんなが大変だったのか、頑張っていただいたというか、そうですね、本当に立派な復元になったと思います、はい、僕が社会人だったら誰かと物を作り上げるような仕事をしたいなと思って、それでゼネコンっていう職を目指して、みんなもういい人たちばっかりで、誰かをどう一緒に物を作るって楽しいんですよ。建築現場での一番に匹敵するような魅力なんじゃないかなって思いますね、うん、足場が組んで一生懸命にみんな仕事やってるうちには一部分しか目立たないかもしれないけども、全体を見渡せるのは足場が取れてる、
はい、その時に本当のやりがいが良かったなというのが出てくるんですね。出来上がったものに対して、氏子の人たちとかね、参拝者の人たちが、ああ綺麗になったねとかね、ああそういったね、お参りしてすがすがしいなという気持ちになっていただけるのが一番だよな、はい、と思います。